ロハ、ユジェイです。今釣りから帰ってきまして、こちらです。綺麗でしょう。多分10インチから持って帰っていいんだけど、僕の足が12インチなんですね。なのでだいたい僕の足と同じサイズのが釣れたら持って帰る、そんな感じでやってます。これが僕のサンダルで、これです。こんな感じで早速新鮮なうちに下ろしたいと思います。あいー、嬉しい。まず鱗が小さいので、鱗取りじゃなくて包丁で鱗を取ります。今綺麗にしてきました。切れ目を入れてです。たらーん、うわ、綺麗に取れた。反対側行きます。切れ目を入れて、そして中に切れ目を入れて、そしてはい、こんな感じです。中骨を外します。これですね、中骨。こんな感じで下ろすことができました。実は今日のディナーですね、天ぷらそばを食べる予定でしたので、これ白身の天ぷらにしてそばと一緒に食べれるんじゃないかな。楽しみです。完成です。年越し天ぷらそばいただきやーす。すでにもう花火とか爆竹がこの辺り鳴り始めてますね。怖いですね。とりあえずこれが今日釣ったパピオです。まずこれだけを塩につけて食べてみます。うん、いいんじゃない。あとホクホクしてて臭みが全然ないです。うん、うまい。
それではこの後ゆっくり食べたいと思います。今年も応援ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。それじゃあね皆さん、またね、バイバイ。